ルイ一世、男獣は、百年戦争期のフランスの王族。フランス王ジャン二世と、ヒボンヌの次男。バロワ・アンジュー家の祖。兄に、シャルル五世、弟に、ベリー公、ジャン一世、ブルゴーニュ公、フィリップ二世がいる。イタリア語名は、ルイージ一世男女。ポワティーハク、アンジューハク、アンジュー公、メーヌハク、トゥーレーヌ公、名目上のナポリ、エルサレムの王及び、 プロヴァンス博。また、コンスタンティノープルの皇帝も称し、1380年のプロヴァンス遠征以降は、プロヴァンス博と共に、ホルカルキエ博にもなる。1370年に、メーヌ博領をトゥーレーヌ公領と交換した。1356年、父からアンジューメーヌ博に認じられる。同年のポワティエの戦いで、兄のシャルル王太子率いる一軍に属していたが、 形成不利になると兄ともども戦場から退却した。1360年のブレティニー条約でイングランドとフランスが和睦するとイングランドへ人質の一人として過ごすが、1363年9月に身柄をロンドンからカレーへ移されると隙を見て脱走、責任を取って父が代わりに人質としてイングランドへと買い、翌1364年に死ぬまで旅衆として過ごした。 父の後を継いだアニシャルル5世位に仕え、国王軍の指揮官、ラングドックにおける王の代理として、兄の治世の中心人物であった。イングランド領だったアキテーヌ公領を、兄の命令で1369年から、征服活動を開始、ルエルグ、ケルシーを占領した。翌1370年に、アジュネ、ペリゴールも奪い取り、同年10月から、 フランス王国内元帥に就任したベルトランデュ・ゲクランが征服活動に加わると、アキテーヌ皇領のダッシュは活発になり、1375年に英仏が休戦を結ぶまでに、アキテーヌ皇領の大半をフランス領に塗り替える大戦果を挙げた。一方、1364年からラングドック大官に任命され、現地へ赴任。 ラングドックを中心とした南仏での統治は、地元貴族に配慮し、いがみ合っていたアルマニャック白ジャン一世と、ホアハクガストン三世の両者を仲介しようとして、失敗した。ジャン一世の息子ジャン二世とガストン三世が1375年に、所領争いを起こすと、再び仲介に乗り出し、1377年に、ようやく両者を和睦させた。だが、ルイ一世の統治は、 次第に不評を増した。理由は彼がラングドックに重税をかけたことにあり、各地をさまよっていた傭兵団が略奪したり、1374年に基金で人々が食料を不足に苦しんでいるにもかかわらず、傭兵対策としてラングドック各都市に地元の同意なしに調税しようとしたイ一世の方針に都市の怒りが爆発、1378年に ニームで1379年にモンペリエで住民が放棄、徴税役人を殺害した。対するルイ一世も住民へ過酷な処罰を執行しようとして、両者の対立は激化したが、事態を重く見た兄により、ルイ一世は1380年にラングドック大官を更迭、弟のベリー公、ジャン一世と交代させられた。同年に兄が死去。 後を継いだおいシャルル6世の接生を、弟のベリー公とブルボーニー公フィリップ・ゴータン公ブルボン公類2世と共に務めた。また、ナポリ女王ジョ序盤な1世の養子となり、アビニョン対立教皇クレメンス7世の支持を取り付けて、南イタリアに進出した。1382年頃までは、シャルル6世の接生会議を主催していたが、ナポリ、 プロバンス白領での利権に関心を移した。ナポリ遠征の軍資金年出のためパリに重税をかけ、市民の反乱を鎮圧したこともある。1382年1月にナポリへ出発し、フランスを離れ、ナポリではジョバンナ一世の、また重程で彼女を暗殺したカルロ三世と激しく争った。しかし途中で軍資金が底をつき、 カルロ三世方の取りを落とせず苦戦するうち、食器や宝飾品を売り払うまでに資金繰りが悪化した。結局王位を奪えないまま1384年にバーリで死去したが、ナポリ王位をめぐる争いは、それぞれの息子類二世、男獣、ラディズラー王に引き継がれていった。家臣にピエールド・クランがいたが、主君の財産を横領して、出本1392年に、 ブルターニュコー・ジャン4世に騙されオリビエド・クリッソンの暗殺未遂事件を起こすなど問題の多い人物だった。彼の処遇をめぐって、シャルル6世とジャン4世が対立、シャルル6世が発狂する縁因となった。1360年、ブルターニュコー、シャルル・ドブロワと、非、ジャンヌ・ド・パンティ・エーブルの娘でまた10枚に当たるマリーと結婚した。清水、P42。 P51P53、アサジ、P119、サトウ、P55、P61、サトウ、P66、P67、ミシュレ、P301、P360、アサジ、P122、P123、サトウ、P83、P85、サトウ、P127、P131、サトウ、P131、P135、ミシュレ、 P413P414? 清水 P57P59 佐藤 P108P110 佐藤 P95P97 ミシュレ P17P20 佐藤 P183P184 ミシュレ P20P22 清水青髭ジルドレの障害 P32P36 ミシュレ P54 ありがとうございます。